皆さんおはようございます。龍河です。今回はイケメン大学生龍河のモーニングルーティーンをやっていきます。今は寝ています。もうすぐ起きると思います。せやせやせや、もうすぐですかね。あ、お腹鳴っちゃいました。あ、起きました。うわー、止めまし、アラームを止めてね、起きていきます。頑張ろう。ああ、この日は友達と遊ぶ一日の前で日ん一日友達と遊びに出かける前の準備のモーニングルーティンです。歯磨いてます。はい。で、化粧水をピタ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 とやっていきます。皆さんこんにちは、リュウガです。おはようございます。で、洗顔した後に化粧水とかやった後に僕はこれを使っています。プリーン、プラスエアイズで、これをこうやって出してもうすぐにね、ああ過ぎちゃった。まあ出しすぎても別に大丈夫、置きます。まあ、ちょっと出しすぎちゃったな。まあこの辺だからどけばいいか。ポンで1分待ちます。僕こういうの測っちゃう系だからちょっと測りますね。はい、待ちます。はい、終わりました。で、なじませていきます。うん、こういう感じで朝はもうブックブックなので、僕はこういう感じでね。いや、プラスエアイズは希少成分がめっちゃ入ってて、もうたっぷりたっぷりみたいな感じらしい。もうすごい伸びがいいから、この顔のマッサージとかすごいしやすい。はい、このプラスエアイズを使ってみたんですけど、僕前まであんまり朝にこういうケアをしてこなかったんですけど、本当に朝したらすごく引き締まるから、すっごいよマジ。なんか引き締まるっていうか、うーんみたいな、うーんみたいな、締まっちゃう締まっちゃうよみたいな感じだから、マジ朝やった方がいいわマジ本当に。で、やばい話があるんですけど、このプラスエアイズの LINE アットを追加すると最速で入荷情報が分かるから、友達追加おすすめです。ポン。あと友達登録すると500円のクーポンがもらえるから、マジやった方がいいよ本当に。で、顔のケアが終わったら髪の毛を乾かしていきます。ドライヤーで髪の毛を乾かしてくよ、本当に乾かしてくよ。その次は服を投げた。今服を着てるんですけど、友達と遊ぶ、この日友達と遊ぶとき、この服を着ていて、今この着てるそのウィン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 ブランコーデは着ませんでした。すいません、なんかすいません。で、カバンの中に荷物を入れてしょって行ってきまーす。